い。ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速世界のコース行ってみよう。はい、それじゃあ今回は何していこっかな。ギミックマニアの 3D ワールドゲームバージョン。何ゲームバージョンって。ギミック大好き漫画 3D ワールドを作ったらこうなりました。ラブパズルマンメイド 3D ワールドパズルゲーム、やっていこう。ちょっとよくわからんかったけどギミックがいっぱいあるってこと。とりあえずギミック系、よし頑張っていこう。びっくりした、何事かと思ったよ。なにこれかわいい。あ、これで連れていけばいいということか。あ、なるほどね、そういうことね。あ、いやよろしくない。お、あ、そっかそっか、同じ動きをするのか。そういえば待って、違うぞ。避ければいいんかな。はい、あ、いたいた。で、ここはここ、あ、なるほどなるほど、そういう感じで、ここも通っていく。おお、何何が起きたか。ちょっと、あ、鍵ゲットできた。世界観かわいい。よいしょー。お、これはなんだ、何をすればいいんだ。へえ、何何が起きた、わからんけど鍵ゲットしたな、何が起きた。あれ、待って。おお、いった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 。鍵は、あ、やった。あ、ここにゴールある。ついでにベルも、あ、ここから出る。お、出てきた出てきた。なんだ、次から次へ。出て出て出て、のこのこが落ちていくけれども、私はこの中に入ればいいのかな。普通に、ちょっと待って、中入れなくね。え、別にこれ上、これ上なんかあるんかな。あ、違うんすよ違うんすよ。いや、ちょっと待って、助けて痛い、助けて。ちょっと待って、あれ、痛い。そうじゃなくて、違う違う、ポイントだけめっちゃ稼いでいく。そうじゃない、あ、こうか、そういうことか。これで次々、次々じゃないな、あ、これで OK？ いった。あ、鍵持ってる持ってる。え、あ、で、これか。イエイ。で、上に上がる。こう、これそのまま下に降りていってくれないものかしら。あ、これをどんどん、あ、ちょ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 、あー、もうちょっと。おー、いった、いった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 。はい、オッケー。ゴー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 。あ、ファイヤーになる、ここから。あ、違う、これで、多分ね、クリップをね、潰すんやと思う。ほら。はい、来たー。鍵ゲットー。さあ、これで、あ、これで、ついたよ。火ついたよ。イエイ、鍵。で、ここに入るのかな。違うね、こっち。ファイヤー、これどこからファイヤー。え、何もファイヤー出らんくない。どういう仕組み、ちょっとよくわからない。痛いよー。あー、痛い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 、助けてー。いや、ちょっと待って、どうすればいいの、ここ。え、進めんくね。痛い痛い、ちょっと待って、ゴー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 。うわ、ぶねー。なんて書いてる。ガード。
ガード。うお、ボス、ボスですか。これはどういう、あー守らんといかんのか、そういうことやんね。あのパワーブロックに当たらんようにせんといかんってことやろ。あー、うわ、痛い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 、こわー、くわ、キラーから、キラーからパワーブロックを守れ。よし、オッケー、はい、ふう、この位置やったら全然大丈夫やね。あ、これひたすらガードしよるだけでいいんかな。おお、なになになに、何が起こったの。なんか知らんけど、とりあえず何かしら合計だったっぽい。怖いよー。あ、てか鍵持っとるやん、鍵持っとるやん。いつまでいつまでガードしてんだ。エンド、ふー、おー、すげえ。最後のいいね、爽快やね。コースクリアー、いいね。ちょ、最後の方あの無駄にずっとキラーからガードしよったけど。はい、それじゃあ、さあどれをしていきましょうか。マリオカート、マリオカートや。走るだけです。オートマリオギミック、オートマリオやって。でもクリア率が 53% とかいう、のこのこ感乗ったままゴール。なるほど、落ちてしまった人とかがおるってことかな。のこのこ感乗ったままゴール、はい、行くぜ。まあね、おお、でもこれは私ジャンプボタンすら押してない。え、こっち、つまって、ああ、そういうことだ、そういうことだ。方向転換は自分でせんといかんのよね。ゴー、いくぜいくぜい、いいね、めっちゃ気持ちいいやん。超絶気持ちいいやん。私ジャンプボタンすら押してないよ。おお、方向転換だけは自分でしないといけない。でもまあ矢印でね示してくれとるけん、全然全く持って大丈夫やけど。ん、今バネ使ってないね。全く持ってバネ使ってないね。キャー、これブロック消えるんじゃない。あ、大丈夫やった。え、何今のキラー、何今のキラー、なんかキラーになんかついてなかった。猫っぽい感じになってなんか猫キラーとかないよね。ちょっとよくわからんけど。はい、コースクリアー。いやー、自分が上手くなったかのような、そんな錯覚に陥るコースだな。はい、それじゃあ。え、マリオ goes to マクドナルズ。すごい、一発ネタギミック。マリオマクドナルドに行く。そういうお話ありそう。マリオ goes to マクドナルズ。いいね。マクドナルド、マクドナルド、よいしょ。お、すごい、ちゃんと店内、ほら、テーブルと椅子が。あ、乗らせて。これ伸びるんじゃないの、伸びないの、の伸びないんすか。とりあえずあっこに、はい、鍵ゲット。乗れんのか。で、これで外にある、下ろさせて。外にあったあの扉に入ればいいの。あ、車に乗るんや、これで。はい、おお、乗ったよ、車に乗ったよ。ここからは上下だけでやっていく感じですか。え、めっちゃ安全な感じでいく。全然何も動くことなく、パフ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 。パフ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 、遊びよるだけやん、めっちゃ自動やん。なんかこれで上の敵がやっつけれたりとかするんかと思ったけど、そうでもなかったね。この先マクドナルド、さっきの何やった、あれ、ピースイッチも別に関係なく、なんや、急激に、何、パフパフ
パフ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 うるさいんだけど。もう店内お客さん入っとるよ、お客さん。無人やったのに。これどこが切り替わるんですか？なんか出てきた。なんか出てきた。超巨大。はい。はい。んで？何を壊す？これを壊すんか？あ、違う。ん？上からか？え？あ、ちょっと待って。窓ガラス割りました。待って。これどうやって行くんだ？壁キックできん。え、ここや。なるほど。何、なんでそんな笑われてんの？超笑われてんだけど。なんだなんだなんだ。 GYM ジム。あ、なるほど。マックで食べ過ぎたことによって太ったっていうことなんや。食べ過ぎて太って、で、まあ、走って運動して、で今ジムに来てますと。そういうことだ。待って、これ何するの？え、何するの？これすることなくね？え、なんかすることあります？え、ちょっと待って。え、何するの？ここで、ね、することないんやけど。だってあそこ行ったらさ、針で刺されるやん。え、針で刺されるやん。え、もう、え、帰っていいんかな？出てきた。この先あるけん。上がれねえ。もしかして、ちっちゃいマリオじゃなく、あ、細くならないとこの先に進めないってことか。なるほど。ということはだ。まあ、ここで、ジムでめちゃくちゃ頑張って、走りまくって、走って、ゴゴ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 ゴ、はい、針で刺される。スリム。マリオ超スリム。そして速い。さ、これで、ふぅ、すっきり。細くなったマリオ、通れる。そういうことね。あ、やった。あ、これ捕まれるやつやね。あ、ちょ、待って。そうか、それで笑われてたのか。デブになったマリオを見て笑ってたのか。オッケー。なるほど、すげえ。物語があった、ちゃんと。はい、コースクリアー。いいね。こういうストーリーがあるの面白いな。ね、マクドナルドリリースとはニュービッグマッシュバーガー。ビッグマッシュバーガー&マリオ can't wait to try it out。 へー、すげー、面白い。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、なんか、うん、一発ネタ、ギミック系面白いかな。いいね。